さあその2016年からビズリーチの CM に登場し今回のキャリアの健康診断編の CM でもさまざまな役を演じられてこられましたがではビズリーチの CMCM 以外でも結構です今後どんな役にチャレンジしてみたい何か野望とかかあったりしますす <laughs> そうですね本当にこの2016年のビズリーチやった時は20代の前半。 だったんですけれども、まあ、今こうどん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 いくやっていくにつれて私も,もう今年で32の年になってやっぱり年齢がどんどん上がっていったのであの何かこう年を取っていってからできるような役例えばお母さんだったりとか何かそういうあったかいような うん、何か、はい、そうですね、ちょっと年齢を重ねたからこそできるような役っていうのも挑戦していけたらいいなというふうに思ってます、うん、こう世の中のこうビジネスパーソンの方はこう転職することでこうハイクラス転職でこう自分を高めていくってことできますけれども、いろんな役を演じることで、さらなる上を目指すことできますからね、そうですすね、はい、精進します、はい、これからの活躍にも期待したいと思います。<laughs> センターよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。では二列目の方に最後いただきましょう。では、お願いします。少し頭を下げていただいて、ご協力お願いします。厨房ブロックで、このカメラっていうカメラマンの方いらっしゃったら、挙手お願いします。あのカメラで。 いかがでしょう中央ブロックよろしいですか